この時間は千葉対群馬、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スポーツパークで行われる本日のゲームです。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。千葉361のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、数あるフォーメーションの中でもサイドバックの運動量が一番多いシステムがこの361ですよね、はい、ディフェンスの枚数を補うためにサイドはウィングバック的な役割をする必要がありますよね。あとは特徴でもあるワントップをどう活かせるかがポイントになりますよね。なるほど、そのワントップの役割は何でしょうか？そうですね、この場合ですと、はい、トゥーシャドウがセカンドトップ的な役割を果たしていますからね、ワントップの選手は前線かき回してのスペースを作る動きと裏へ飛び出す動きを意識してプレーする必要がありますよね、はい、キックオフです。千葉対群馬、エキシビションマッチです。サイドを紹介します。向かって右のエンドから攻めるのが群馬、そして左にエンドを取ります千葉となります。岩上、中山、もう一つ前に行きたい、柔らかいボール、これ仕掛けるか、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。小林、ボールを下げてリズムを作るか、新井、熊谷、風間へ、長いボールを送ります。細貝、小林、風間へ、チェックを受けますが動じません。シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。群馬絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。細貝、旗を大きく立て、岩上へ、細貝、縦へのボール、このパスは流れてしまいます。細貝、パスでつないで攻め込んでいきます。群馬、クロスを上げる、ちょっと合いませんでした。このクリアボール次へつなげたい。田中、勝負のシーン、さあ右へ預けて、上げてくる、どうだ、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。クリア、群馬、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、中山、ボールを受けてシュート、新井のセーブ、
残ってる。ここ拾って次につなげたい千葉。さあ中はいる、素晴らしいパス。どうする、サイドへ。このクリアボール拾いたい。田中サイドを使います。撫でるようなボールタッチ。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。岩上風間畑尾岩上へ田中速いパス回し中山左から上がっていきます。どうだ、これを拾いたい千葉。右サイドへ振って中人数揃っている千葉。ほぼ全員が自陣に戻ってのディフェンス。あそこをやはり突破するにはもう少しスピードを上げる、そういったことが必要になるでしょうね。長いボール縦へ千葉、起点となるアクションを作っていけるのか。さあ左へ預けて深堀、平松仕掛けるか。小林大きく縦へ末吉、高岩上岩上へ岩上へ素早いパスで攻め上がっていきます。一旦前を取るよクロス、新井しっかりと抑えました。千葉最終ラインまでボールを下げる。風間平松組み立てながら攻め上がっていく。ここ来ましたよ、サイドのスペースへ走らせる。丁寧に足元を使う。前半29分が過ぎました。チャンスを演出できるか。いけるか、シュート、新井のセーブ。これはよく止めました。いやファインセーブですよね、よく止めましたね。これこのピンチよく防ぎました。おーショートですね。さあどうする、ボールが収まる。仕掛けるか、中で味方の選手が待っている。上げてくる千葉、ここクリアで難を逃れます。さあどこに出してくる、中上げる、コーナーキックが続いています。ヘディング、止めた、こぼれてますよ。ここで収まる、
細貝、細かいパス回し、足元大事に行きます。また中央へ、小林、新井、群馬、これはスローイン、左サイドを上がっていきます。タッチを割ってもう一度スローイン、藤井、今日はまだファーストハーフの終盤に両チームともスコアレスという展開。藤井、また中央へ、岩上へ、大きくサイドチェンジ、風間、裏へ届くか、いいボール入りますよ、マグダ、これは届かない、細貝、中山、岩上へ、これはファールを取られました。前半40分を過ぎました。うまいですね、上げる、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。また中央へ、ここは間合いを取る、細貝、岩上へ、さあ左サイドへ、ここで丁寧にコントロール、ゆるく狙ったボール、クリア、このピンチをなんとか出します。岩上、細貝、中山、細かくパスをつなぐ、シュート、スター先制、前半のアディショナルタイム、いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。1対0、ノット、これは試合を止める笛のようです。45分間戦って1対0、さあ前半いかがでしたか。千葉としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。千葉対群馬、では引き続き試合をお楽しみください。後半キックオフです。千葉としてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。一人持ち上がっていく、サイドへ、ここで丁寧にボールを扱う、体強いですね、どうだ、クロス、シュート、
ちょっとミートが足りないというシュートでした。にオーバーヘッドで狙ったんですが、ここは決められません。いや、うまく反応してのオーバーヘッドでしたよね。決まっていればスーパーゴールだったんですけどね。群馬、決定的なチャンスを収めることができませんでした。縦へのボール、福光、福光へ、風間へ、右サイド上がっていく風間へのボール、仕掛けるタイミングを図る、クロス合わせてくるか、ここはクロス、アウトまで来た。オフサイドですね。清水、大きく前線へ、熊谷、福光へ、風間へ、福光へ、熊谷、小林、福光へ、田中、細貝、中山、畑尾、藤井、田中、つながります。絶好の一シュート、来た、追加点。これで差は2ゴールになりました。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。さらに1点を追加し2対0としています。群馬としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。裏を狙う、足元大事に行きます。ここで受ける、群馬、先ほどから守備のブロックが中央で固まっているという印象ですが、いかがですか北澤さん。そうですね、攻撃をクロスに絞らせてるんでしょうね。センターバックの選手がサイドに突き出された時は、残りの中盤の選手がカバーに入りますからね、はい、なかなか崩れませんよね。なるほど、チーム全体として非常に守備の意識が高いと言えますね、はい、ただ外でボールを回されてしまうとなかなかプレッシャーには行きづらくなる欠点はありますけどもね。うーん、小林、ロングフィードで狙う、これ仕掛けるか、畑尾、千葉としてはそろそろまず1点返したいところですよね。熊谷、このボールはカットされます。岩上、後半に入りそろそろ15分というところ、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。千葉としてはもう少し何かをしていかないと厳しいかもしれませんね。これ畑尾、
熊谷、福光へと、これはつながりません。岩上、細貝、長いボールを送ります。平松、細貝、細貝から緩いフィードボール、鈴木、アーチのようなパス、福光へ、ここは間合いを取る、岩上、中山、縦へのボール、風間、福光へ、右サイドへ振って、このパスが通ります。クロスを選択、田中、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。小林、ここで丁寧にボールを扱う、ファーサイド、頭だ、決めた、これで1点差まで詰め寄りました。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。さああと1点です。千葉、中山、千葉としてはもう点が欲しいんですよね。だったらもっと高い位置からプレスをかけるべきでしょうね。大きく縦へ、風間、熊谷、さあ左へ預けて、小林、チャンスを演出できるか、風間へ、小林、末吉、ここで前を向けるか、風間へ、熊谷、さあどうする、さあ左へ預けて、枚数いる、中につなぎたい、どうだ、フォローいいですね。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。岩上、平松、岩上へ、スルーパス、この位置で受ける、丁寧に足元を使う、クロスを入れる、千葉、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。とボールは、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。プレッシャー、おっと、ボールの奪い合い激しいものがあります。
千葉、なかなか思うようにいかないようにも見えますね。いや厳しいですけど、なんかアクション起こさないとね、このまま終わっちゃいますからね。どんどん前にボールを入れていった方がいいですよね。細貝、ふわっと裏を狙う福光へのボール、どうだ、どうする、小林、もういいですね。ここで丁寧にコントロール、中へのクロス、群馬、ここクリアで難を逃れます。激しいボールの奪い合いです。千葉、ここでファールをもらいます。レフリーの答えはイエローカード。選手たちもちょっと感情を抑えきれないという状況です。しかしもう残り時間ないわけですから、どうしたんでしょうね。フリーキックです。もうゲーム終盤ですからね。ここずさあ勝負の時間帯ですよ。このスルーパスは通りません。上げてくる、どうだ、田中、今日の試合でアシストを記録しています。外側から攻めていく、ドリブルですね、どうだ、これは直接キーパーへ。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。ここは通しません。深堀、藤井、田中、深堀、平松、裏のスペースを狙う、大きく縦へのアーチ、畑尾、群馬、落ち着いて時間を使います。そしてここで最後の笛、2対1、千葉接戦となりましたが惜しくも1点差で敗れました。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。千葉としてはサイドから攻め込まれるケースが多かったですよね。やはりどうしても中へ中へ意識が行きやすいですから、しっかりゾーンで守ることも今後必要になってくるでしょうね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。千葉、追い上げを見せたものの届かず、2対1で敗れています。